入ってもいいですか。はい、どうぞ。失礼します。はい、こんにちは先生。はい、こんにちは。はじめまして、私の名前は MD ファヒムです。どうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ファヒムさんは自己紹介できますか。はい、できます。はい、日本語で簡単に自己紹介お願いします。はい、はじめまして、私の名前は MD ファヒムです。23歳です。生年月日は2001年の3月の1日です。ダッカから来ました。私はサンジャパニーズトレーニングセンターで日本語を勉強しています。私の趣味はサッカーをすることです。どうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。ファイムさんは今何歳ですか。23歳です。今どこに住んでいますか。ダッカのエアポートです。エアポートに住んでいますね。はい、ダッカはどんな町ですか。綺麗な賑やかな町です。ダッカで何が有名ですか。道が、モスクワが有名です。有名です。はい、わかりました。家族は何人ですか。3人です。誰と誰がいますか。両親と私です。私ですね。はい、わかりました。あなたはどうして日本に行きたいですか。勉強しに行きたいです。日本で何を勉強したいですか。日本語を勉強したいです。日本語勉強が終わったら何をしたいですか。大学に入りたいです。大学で何を勉強するの予定がありますか。経済を勉強したいです。経済を卒業したら何をしたいですか。国へ帰って銀行へ働きたいです。はい、わかりました。将来の夢は何ですか。銀行員になりたいです。はい、わかりました。日本語始めたのはいつですか。9年の3月からです。いつからいつまで日本語を勉強しましたか。9年の3月から8月までです。日本語勉強しましたね。はい、わかりました。どのくらい日本語を勉強しましたか。6ヶ月日本語を勉強しました。はい、わかりました。日本語の勉強はどうですか。ちょっと難しいですが面白いです。面白いです。どんなところが難しいですか。漢字が難しいです。いくつぐらい漢字ができますか。220漢字ができます。できますね。はい、わかりました。あなたは今何をしていますか。日本語を勉強しています。はい、わかりました。日本のどういうところは何ですか。アニメと文化が好きです。はい、わかりました。日本の文化について知りますか。はい、知ります。日本料理食べたことがありますか。いいえ、食べたことがありません。日本に旅行したことがありますか。いいえ、旅行したことがありません。ありません。日本に友達や親戚がいますか。いいえ、親戚がいません。いませんね。あなたの趣味は何でしょうか。サッカーをすることです。サッカーをするとサッカーを見るどちらが好き。どちらが好きですか。はい、わかりました。わかりました。サッカーは何人選手でサッカーをしますか。22人選手でサッカーをします。はい、わかりました。一つチームで何人でサッカーをしますか。11人サッカーをします。11人でサッカーをしますね。サッカーの選手の中で一番人気のあった選手は誰ですか。リオネル・メッシです。はい、わかりました。メッシはどんなチームの選手ですか。アルゼンチナチームです。はい、わかる。アルゼンチナに行ったことがありますか。いいえ、行ったことがありません。日本のビザ申請したことがありますか。いいえ、申請したことがありません。日本のビザ出したことがありますか。いいえ、出したことがありません。はい、わかりました。日本のビザ初めてですか。はい、初めてです。はい、わかりました。家族は何人ですか。3人です。誰と誰がいますか。両親と私です。あなたのご出身はどこですか。バングラデシュの出身です。日本に行ったらどこに住みたいですか。神戸町の学校の寮に住みたいです。はい、わかりました。あなたはどうして神戸町へ行きたいですか。神戸は素晴らしい町です。前に海があって後ろに山があります。神戸の景色はとても綺麗ですから神戸行きたいです。日本の首相の名前は何ですか。フミオキシダ様です。フミオキシダ様です。日本の首相の名前は何ですか。フミオキシダ様です。バングラデシュの首相の名前は何ですか。シェイク・ハシナ様です。バングラデシュの食べ物の中であなたは何を食べるのが好きですか。ビリヤニが好きです。はい、わかりました。あなたは料理ができますか。はい、できます。できますね。特に料理は何でしょうか。ビリヤニです。ビリヤニですね。ビリヤニは自分で作ったことがありますか。はい、あります。はい、あります。日本に友達や親戚がいますか。いえ、いません。はい。あなたの、岸弁者、スペンサーは誰ですか。父です。父ですね。お父さんはどんな商売をされてるんですか。ほんの商売をしています。どこで商売をしていますか。ダッカのエアポートです。お父さんの年収はいくらぐらいですか。
200万高です。高です。はい、わかりました。日本に行ったら、行ってみたいところはどこですか？旧都へ行きたいです。旧都へ行ってお寺と神社を見たいです。はい、わかりました。日本食べ物の中で何が一番好きですか？ラーメンです。ラーメンですね。ラーメンを食べたことがありますか？いいえ、食べたことがあります。日本の食べ物のいそっその名前を教えてください。ラーメンと寿司と天ぷらと天ぷらです。などです。わかりました。いつここを卒業しましたか？2022年の2月です。2月ここ卒業しました。あなたはどこで日本語を勉強しましたか？サンジャパニーズ・トレーニング・センターで日本語を勉強しました。その学校はどこにありますか？モハンモトプールにあります。ありますね。はい。その学校のシャソ先生の名前は何ですか？MD ハンナン・ホセンです。学校のお金払いましたか？はい、払いました。誰が払いましたか？父が払い。父が払いましたね。はい、わかりました。いつ日本に行きたいですか？ビザをもらったらすぐにでも行きたいです。今日は何月何日ですか？4月の8日です。8日ですね。明日は何月何日ですか？4月の9日です。4月の9日ですね。はい。昨日は何月何日でしたか？4月の6日です。6日です。はい。今朝起きたのは何時ですか？7時に起きました。7時に起きました。はい。面接が以上になりました。ありがとうございました。ありがとうございました。